中島からという8回の裏のライオンズです。152キロは出ました、まあ、この速球がありますマシソンです。まあ、問題はこのコントロールの問題で ね、ストライクゾーン、はい、ストライクゾーンの中に入ってさえくれればね、はい。まあ、メジャーでは3シーズンプレーの経験がありますが、右肘の手術も経験しています。152キロのボールです。14試合目の登板で1勝0敗1セーブ、16イニングで三振21、1イニングに1個以上三振を奪う力があります。あ、このマシソンが8番に入ってるんですね。指名打者がジャイアンツはいなくなりました、先ほどダイソーの鈴木がセンターに入って7番、センターの長野がライト、ライトの高橋がレフトに回ってボーカーに代わって8番にピッチャーマシソン、うん、あ、ですからもうジャイアンツは今日は指名打者を外したということです、はい、もうあとはね、はい、あのピッチャーをつなぐだけでって、ええ、ある程度の確信を持ったでしょうから。3ボール2ストライクです。セカンド強い打球ですが寺内よくさばきました。ワンアウトです。中島は今日ヒット1本。4番サード中村拓也。まあまあの当たりなんですけどね、よくね、はい、あの対応してるとは思いますが、はい、やっぱりこう球威があってですね、多少、まあ、押されてるっていうところはあるんですよね。中村は先ほど外のボールをうまくライトへのツーベースヒットにつなげました。まあ、あの今シーズンね、出だしから昨年の48本というね驚異的なホームランですよ。飛ばないボールと言われながら、まあ、ちょっとこう出足でつまずいたっていうのも、まあ、バットの形状を少しこう変えたみたいなんですね。あの芯の部分といいますか、我々ヘッドの部分というんですけども、まあ、そこの部分を、まあ、4ミリほどこう削らざるを得なかったと。ということはバットのバランス的な問題がやっぱ本人の中にやっぱしっくりくるまで少しこう時間がかかりましたね。で、あの今シーズンあのグリップエンド見たら分かりますように、あのテープ巻いてますよね、はいはい、で昨年まではあのテープっていうのは巻いてなかったんですね。ちょっと詰まりましたか。切れていきます。ファウルです。でテープを巻かざるを得なくなったのも、そのバットのバランスを取るためにヘッドの部分を少し細くしてますから、はい、下の部分もグリップエンドの部分も少しやっぱ削らないと本来の自分のやっぱりバランスのいいバットの形状にはなってこないんですよね、ええ、で削ってる部分を多分そのテープであのミリ数をこう増やしてるって言いますかね、補ってるわけ、ね、あ、補ってるっていう、まあ、そういうちょっとね、あの今までと違う部分っていうのもこう出てきた今シーズンだったんでね、で少しもそこにもこうバットにも慣れは出てきてる。それからあの、まあ、少しこうホーム的なこともやりましたし、まあ、ある程度間合いが取れるようになってきて逆方向にも強い打球が出てきている。やっぱここからじゃないですかね、ホームランを、ね、はい、期待できるのはね。中村はフォアボールです。ワンアウトランナー一塁です。